新加入選手含めて、既存選手もそうですけども、本当高い、集中力でトレーニングに、励んでくれたので、非常にこうコンディションもきつい中で、シーズン始まってから12日間、その中の、9日間、キャンプで、体のところ、特に、フィジカル面とか、非常にこう高いところまで持っていってくれたかなというふうに思います。沖縄キャンプでは体作りのところをメインにやってましたけども、今度は宮崎では、チーム作りのところ、チーム戦術のところをもう少し徹底して、やっていきたいなというふうに思ってます。練習試合は昨日行いましたが、イメージを共有するというところでは、選手がゲームの中で、すごくコミュニケーションを取ってやってくれてたので、それがすごく、私自身嬉しく思いますし、選手たちが本当にこうハードワークをするということは惜しみなく昨日もやってたので、そこの部分は絶対に忘れずに、今度は、本当スムーズ、スペースの共有とか、そういう、あとはボールへの厳しさとか、そういう守備の部分でも、ところを求めて、キャンプでは、しっかりとやっていきたいと思います。選手たちは沖縄キャンプ、しっかりと、高い集中力でトレーニングを行ってましたので、今度は宮崎キャンプでは練習試合がたくさん、多く、組まれてますので、選手たちがそこで、自分のプレーを、アピールすることで、チームの戦術、をしっかりと、意識しながら、みんな選手はやってくれると思いますので、近い今年、昨年の結果をとにかく、上回るために、このしっかりとした、準備をできるように、この宮崎キャンプで全員で励んでいきたいと思いますので、皆さんも、遠いところから応援をお願いしたいと思います。ありがとうございました。